メキシコ合衆国大統領は、メキシコ合衆国の国家元首。現行憲法は、大統領の役職名を、プレシデンテ・デロース・アストドス・ウニドス・メイヒー・コノスとし、メキシコ合衆国大統領とは訳される。また、役職名を、プレシデンテ・コンスタトシナル・デロース・アストドス・ウニドス・メイヒー・コノスとする、公文書もあり、メキシコ合衆国立憲大統領と訳されることも、ある。 メキシコ大統領選挙は1934年以来6年ごとに実施され有権者の直接投票で得票数が1位の者が大統領に選出される。決選投票はないため得票率が過半数に満たない者が大統領に選ばれることがある。選挙開催年の7月に各党による予備選挙を行い、9月に大統領選挙が行われる。当選した。 次期大統領は12月1日の就任日までに、組閣の準備を進める。メキシコの大統領は、全閣僚の任命権と悲免権、メキシコ連邦区知事の任命権、州知事の悲免権を有するなど、周辺諸国の大統領と比べて強い権限を保持している。大統領に強い権限を持たせる制度が、メキシコの政局安定に寄与しているという見方がある。 1917年憲法において大統領の権限は以下のものである。大統領の任期は1期6年限りで一切の再選が禁止されている。これはポルフィリオ・ディアス長期独裁政権への反省から来ている。1822年から1823年までメキシコは帝国としてアグスティン一世が統治した。 1864年から1867年まで、メキシコは、ハプスブルク家のフェルディナント・マクシミリアン・ヨーゼフ大公が、フランス帝国の皇帝ナポレオン三世の要請により、メキシコの皇帝に即位、マクシミリアン一世として統治した。この期間もベニート・フアレスが、メキシコ北部で政府を構成し、アメリカ合衆国をはじめとする数カ国は、マクシミリアンを承認せず、 フアレス政府を支援した。アグアスカリエンテス会議での臨時大統領1917年のメキシコ革命以後の大統領。憲法の規定では、任期4年、再選禁止だったが、1926年に任期6年、連続再選禁止に変更。任期が1期6年限りで、再選不可になってからの大統領。ありがとうございます。